会計これでお願いします。というわけで今回の動画の目玉企画は全部1円玉で会計してみたです。お客様、これではちょっと。これしかお金ないですよ。これで困るなら払わなくていいですか。ほら早く教えてくださいよ。会計を全部1円玉で払った YouTuber の末路。俺の名前は轟圭一、日本最大勢力のヤクザ土蜘蛛の若頭だ。今日は経営する焼肉屋にしのぎの回収に来ている。ん？はいどうも、今日はなんと焼肉屋に来てます。肉肉イエーイ。ちょ、騒がしい連中だ。 YouTuber だな。大食い系かグルメ系ってとこか。さて、肉は早速注文したので来るまでに新しいドリンク開発します。メニューにあるソフトドリンク全部混ぜます。やべえ、頭弱い。あの撮影、お店側で許可出してます？いや、聞いてないけど。いい、放っておけ。轟さん、お疲れ様です。許可なしで勝手に動画撮ってる時点でお察しだ。経験上、ああいう連中は夜とろくな目に遭わん。はあ。ちょうど他に客もいないからな、映り込みの心配もねえし、ひとまず様子見だ。安心しろ、調子に乗るようなら俺がつまみ出す。すみません、注文お願いします。はい、ただいま。迷惑行為。お待たせしました。スマイルください。え？はい、スマイル。あ、え？表情硬くないっすか？あ、よせーや。お客様、ご注文ですね、伺います。あ、僕がやるね。ありがとうございます、すみません。お姉さん行っちゃうんですか？ちっ、しょうがないな。じゃあお兄さん、新メニュー開発したんで感想ください。はい、カメラに向かって一言。お客様、あいにくそういったご対応はしておりませんので。なんだよ、取れ高悪いなこの店。つまんねえな。じゃあお水でもください。かしこまりました。お待たせしました。あざます。あ、そうだ、さっき下げちゃったメニューも見せてもらえますか？かしこまりました。お待たせしました。あざまーす。あ、それと小皿貸してください。かしこまりました。あいつら、いっぺんに言いやがれ、いっぺんに。あれ、絶対わざとですよね。だろうな。くそ、あいつらしょうもないことばっかしやがって。客の少ない時間帯に大量注文。まあ店としては助かるっちゃ助かるが、そろそろ。大丈夫ですよ、轟さん。ん？他はお客様がいないのでご迷惑にもなりませんし、人手も足りています。僕が対応しますから心配しないでください。そうか、すまねえな。連中もひとしきり食べたようだし、そろそろ帰るだろう。そうですね。お会計お願いします。はい。やっぱりな。よかった。1円玉会計。ごちそうさまです。支払いこれでお願いします。うん、じゃーん。あ、というわけで今回の動画の目玉企画、全部1円玉で会計してみたです。イエーイ。ちゃんと数えてくださいね。お客様、これではちょっと。どうしたんですか？ほら早く。かしこまりました。42、43、44。そうか、遅っ。さて、ここでクイズです。会計終了までかかる時間はあとどのくらいでしょうか？コメント欄に書き込みどうぞ。マジでどんだけ時間かかんだよ。お兄さん、まだですか？急いでるんですけど。ほう、お急ぎですか。え？だったら私が数えましょう。轟さん、なんと助っ人が登場。クイズの答えに番狂わせはあるか？ほら、計量器だ。その1円玉、ここに全部乗せろ。え？ 1 円玉は1枚 1g だからな。重さを測ればいくらあるかすぐわかる。なるほど、そうですね。お客様、こっちも商売なんでね。無駄な時間使ってるほど暇じゃないんだ。食った分さっさと払ってお引き取り願いたい。
ちょっと測りなんてそんなんズルじゃないですか。そうです、そうです。ちゃんと数えてくださいよ。間違ってたらどうすんすか。お前らな、同じ効果20枚以上の支払いは店側が拒否できんだぞ。あ、これしか金ないですけど。それって食い逃げしていいってことですか。うわ、お得情報、合法的にタダ飯が食える方法。トドロキさん。分かった、そこまで言うなら数えようじゃねえか。カウント。はい、あざまーす。カウント再開。本当に数えるんですか。ああ、たく初めからそうしてれば少しは早かったのに。おい、野郎ども。はい。お呼びですか、トドロキさん。俺の迎えによこした組の連中だ。ちょうどよかったぞ。組？こちらのお客様、すべて1円玉でお会計だ。お前らにはこの1円玉を1枚ずつ数えてもらう。承知しやした。間違いがないよう心してかかれ。はい。ひょえー、マジかよ。まさかこんなことになるなんて。気まずい、気まずすぎる。1、2、3。だ、落とした。58、59、60、37、38、39。おい、ブツブツうるせえぞ。どこまで数えたか分かんなくなるだろうが。てめえこそでかい声出すんじゃねえよ。数忘れたじゃねえか。1枚どこ行った。ん、この山数えたやつか。ふざけんな、俺が数えた山と混ぜやがったな。数え直しじゃねえか。ち、くそ、イライラする。頭おかしいだろこの数。空気最悪。もう無理。あの、もういいので。無茶言って申し訳ありませんでした。うん、なんか言ったか。頭のお皿、てめえらは引っ込んでろ。あっと、失礼しました。ドラム缶？ああ、お気になさらず。ちょうど裏にお二人分ありましたので。何のとは言いませんがね、ちょっと準備を。準備とは。知らねえ方が身のためかと思ったが、バレちまったなら仕方ねえな。コンクリート詰めの準備だ。沈められる。申し訳ありませんでした。俺たちが悪かったです。てめえら、今日撮った動画アップすんだろ。どっちみちこのまま黙って返すわけにはいかないんでね。動画はアップしません。約束します。だから命だけは。さあ、どうする。どうせ他の店でも似たようなことやってんだろ。業界全体の外ってんなら、このまま始末して。しません、よそでもしません。おい、逃げんぞ。本当にすいません、二度としません。ごちそうさまでした。じいちゃん、釣り線。いりません、お再生します。おい、寺じゃねえんだぞ。やれやれ、やっと行ったか。トドロキさん、ありがとうございました。なんのなんの。なんなのよこのありさまは。な、ありがや。こいつの名前はありがやゆき。いつも俺の前に現れる丸坊の女刑事だ。こんなに組員が集まってるなんて、詳しく聞かせてもらうわよ。何もしてねえって。俺らは被害者だ。ちくしょ、面倒なことになった。あの迷惑 YouTuber たちのせいで踏んだり蹴ったりばい。後日、例の YouTuber のチャンネル消えたのね。過去の迷惑行為も明るみに出て、大学も退学になったと聞いたわ。当然だな。これで事情は分かっただろ。こっちが被害者なんだよ。どうせそれでも言いがかりつけてくる気だろ、この女は。すっげえ。たとえただの捜査でも、俺にとってはお前とおしゃべりできる貴重な時間なのさ。悪かったわ、疑って。え、なんだよ、今日は妙に潮らしいじゃねえか。そんなことして俺を懐柔しよったって、そうはいかねえぞ。新鮮な反応、いい、かわいい。え、あ、しまった、つい本音と建前が逆に。今なんて言ったのよ。まずい、めっちゃ怒ってる。嬉しい、トドロキにかわいいって言われちゃった。は、いけない、ヤクザなんかにときめいてしまうなんて。私ったら。1円で買えないご縁がある。女刑事とヤクザであった。この看板、写真撮るのに邪魔だな。
聖剣様も拙者たちが電車の写真を撮るのに協力してほしいですな。それがゆくゆくは人類のためになるのですから。まったく素人は俺ら撮り鉄の邪魔すんなっつーの。マナーの悪い撮り鉄にヤクザが取った行動とは。俺の名前は轟圭一、日本最大勢力のヤクザ土蜘蛛の若頭だ。今は売り上げの回収にうちの経営するタピオカ屋に向かっているところだ。ん？おいおい、大盛況じゃねえか。すげえな、いつこんな人気になったんだ。こりゃ裏から入った方が良さそうだな。タピオカのブームはそろそろ終わるもんだと思っていたが安心したぜ。ってガラガラじゃねえか。どういうことだ、店の前にあんなに人だかりがあったのに。轟さん。おう、これはどういうことだ。それが店の前にいるのはみんないわゆる撮り鉄って呼ばれる人たちみたいで。撮り鉄？電車を写真に収めようとするタイプの鉄道ファンです。よくわからないんですが、うちの店の前の線路に珍しい電車が通るそうで。珍しい電車？とにかくこのままじゃうちの店に入りたい客も入れねえ。ちょっと様子を見てくる。すげえ人だかりだな。入り口が完全に塞がっちまってる。店の前に三脚なんて立てやがって。これじゃ通れねえじゃねえか。あ、一般の方ですか。一般？いや、一般というかこの店のもんだが、入り口が塞がれてて迷惑してんだよ。あ、そうですよね。すぐ道開けますんで。すみません、ここ店の前です。開けてください。すみません、実は今日ラストラン、ある電車の最終日でして、ここがその電車を取るにはベストスポットなので、みんな集まってきちゃってるんですよね。みんなここに集まったら全員同じような構図になっちまうんじゃねえか。一般の方からしたら不思議ですよね。でも鉄道ファンである僕らからしたらそれがいいんです。まあ電車が好きなのは結構だが、ある程度自重してもらわねえと。そうですよね。ちょ、そこ交通の邪魔になってるので避けてください。自治中うぜなんだマナー。うひょー、ここめっちゃいいスポットじゃん。撮りまくろう。電車は人類が生み出した宝ですからな。写真に収めること自体がマナーですぞ。ちょっと割り込まないでよ。あ、なしょっぽいカメラで撮っても意味ねえよ。俺一眼レフなんだから優先だろ。それ社会の常識。なんなんだあいつら。悪い撮り鉄です。あ、どういう意味だ。撮り鉄の中でも特にマナーを守らない人たちがいるんです。一般の人や他の鉄道ファンに迷惑をかけないように撮影するのが撮り鉄の最低限のマナーなのに、それを守らないんです。ちっ、ここからじゃ電車まで遠いな。柵乗り越えちゃうか。名案ですな。うらよっと。おいおい、あれ危ねえんじゃねえか。やっぱこれだけ近いと迫力がちげえわ。来たこれ。そこ危ないから柵の中に入らないで。ああ、お前らの働く意思を取ってやってんだろうが、見てわかんねえのか。あなた方が仕事をしているのと同じように、私たちも電車の写真を撮るのが仕事のようなものでして、有志を取っているわけですから、感謝こそされど文句を言われる筋合いはないと言いますか。むちゃくちゃだぞあいつら。彼らにとっては電車とそれを撮る自分たちが世界の中心なんです。ああいう奴らのせいで僕ら撮り鉄全体の印象が悪くなるんだ。おい、写真撮ってるのわかんねえのか。え、画角に入っちまってんだよ。お前のせいでシャッターチャンス逃すだろうがよ。ごめんなさい。ったくよ、ちょっとは人様のこと考えろっつんだよ。まったく素人はこれだから困りますな。何様のつもりなんだあいつら。僕注意してきます。ん？あんな奴らのせいで思い出の電車のラストランを怪我されたくありません。おい君たち。え、なんだよ。マナーを守って写真を撮ってください。君らのせいで一般の人が、引いては僕ら他の鉄道ファンも困っているんだ。自治中うぜ。まったくですな。あのな、俺たちは最新のカメラで絶好のスポットで電車の写真を撮るのに命かけてんだよ。それで美しい写真が残せるんだからよ、むしろ感謝してほしいぜ。
きっと彼は我々に嫉妬しているんですよ。自制心が邪魔してしまって我々のように最高の写真を撮れないんですから。言えてる言えてる。なんだと？お前は今日から撮り鉄じゃなくて撮れない鉄な。ブホホ、名案すぎ笑った。ダメだ、全然話を聞いてくれない。ってことで俺らは自由に写真を撮り続けるから、撮れない鉄はそこで指くわえて見てろよ。この看板も電車撮るのに邪魔だな。どかしちまうか。そうですね。おら、おお、そんなことまでやっちまうのか。写真。やっぱりあの看板外して正解だったわ。これでようやく理想の写真が撮れるぜ。我々の撮影を邪魔する者は排除して当然ですね。まったくだぜ。ん？おいおいおい、邪魔だな、どけよ。ん？俺のことか。お前しかいねえだろ。そんなところ立ってたら電車の写真撮れねえだろうが。そうか、しかし俺も撮影中だからな、どくことはできん。何言ってんだよ、そんな角度じゃ電車の写真なんて撮れねえだろう。この世に電車以外撮るべきものなんてありませんからね。いや、俺が撮っているのはお前たちだ。なんだと？意味わからねえ。俺たちの写真なんて撮ってどうすんだよ。逆に聞こうか、お前たちは電車の写真を撮ってどうするんだ。え、それを眺めたり、あ、ネットにアップしたり。人類の英知を歴史に残すためですかね。そうだろ、俺にもお前たちを撮る理由があるんだよ。だからその理由が何かって聞いてんだよ。それはな、闇市場にお前らの写真を流すためだよ。え、闇市場とは一体？まあ深くは語らぬ。眼球12万、手と手首合わせて3万、少女20万。ええ頭蓋骨なんかもいいねになるんだよな。ヤクザの経営する店に喧嘩売ったんだから、それなりの覚悟があったんだろ。え、ヤクザ？お前らを売り飛ばすためのカタログを作らなきゃなんねえんだよ。おら、写真撮らせろ。ごめんなさい。逮捕。ヤクザに脅されているという通報が入ったから来てみたけれど。俺はただ写真を撮っていただけだ。人のなり見て勝手に騒ぎやがって。まあ状況的にはそのようね。彼らは業務妨害で逮捕されるわ。これで少しは落ち着いて営業できるぜ。大変だったみたいね。まあ直接店に被害かぶってるからな、あいつらのせいで。別に撮り鉄全員を否定する気はねえ。何かを好きって気持ち自体はいいことだ。そうね、ただその好きという気持ちが暴走してしまうと簡単に役になり下がってしまうということね。そういうことだな。まあ俺の有賀屋に対する好きという気持ちは常に暴走寸前だがな。何よその顔は。まずい、ニヤついちまってたか。ああ、いや、なんでもない。何かあるなら言いなさいよ。なんでもないって言ってるだろ。お前に会えて嬉しかっただけだ。誰に会えて嬉しいですって。しまった、本音と建前を間違えた。嬉しい、何よ、私まで気持ちが暴走しちゃいそうじゃない。彼の暴走電車は止まらない。女刑事とヤクザであった。土木作業？ド底辺じゃん。でも俺仕事は頑張ってて。いやいや、頑張ってるとか関係ないから。誰でもできる仕事だって言ってんの。まったく、そんな職業でよく合コンとか来れたよね。恥ずかしくないの？男を職業差別する女の末路。俺の名前は轟圭一、日本最大勢力のヤクザ土蜘蛛の若頭。今日はうちが派遣している土木作業員の様子を現場まで見に来ている。轟さん、お疲れ様です。お、作業順調みてえだな。はい、轟さんが紹介してくれる若いやつは根性あって助かってます。特に例の青年、かなり頑張ってくれてます。毎日毎日無遅刻無欠勤でヘトヘトになるまで働いて、おまけに資格の勉強までしてるんですよ。ほう、そろそろ班長任せてもいいんじゃないかって話が出てるくらいです。あ、轟さん。青年。轟さん、来てくださったんですね。お、お前の様子が気になってな。よく働いてるみてえじゃねえか。現場監督が褒めてたぞ。
ありがとうございます。トドロキさんに紹介してもらった手前、迷惑かけられないんで。あ、どういうことだ。その、俺、トドロキさんにはすごく感謝してるんです。中卒でどこにも行く当てのなかった俺をトドロキさんが拾ってくれたから、もしあの時拾ってもらえなかったら俺の人生ダメになってたと思うんです。大げさな野郎だ。だから俺、トドロキさんに迷惑がかからないように頑張らないとと思って。俺は人手が欲しくてお前を雇っただけだ。勘違いすんじゃねえぞ。トドロキさん、でもその調子で頑張れよ。はい、ありがとうございます。さて、様子も見れたし俺はそろそろ帰るとするか。あ、トドロキさん、俺もう少ししたら終わるんですけど、この後お時間ってありますか？ん？どうした？ちょっと相談があるんですけど。ま、今日は時間があるからな。わかった、向かいの喫茶店で待っててやるよ。ありがとうございます。合コン？はい、友達に今まで彼女がいたことがないと話したらセッティングしてくれて。お、よかったじゃねえか。はい、でも店とかは俺が決めていいって言われたんですけど、女の子の好きそうな店とか知らないし、それに俺服とかもわかんないし、ほとんど女の子と話したこともないからどうしたらいいかわからなくて。俺の憧れであるトドロキさんなら女性のこともわかると思って。おお、そうだな。一人の女の気持ちもわからねえで毎日困り果ててるなんて言えねえな。でも俺なんかに彼女なんてできないですかね。ん？どういうことだ。だって俺肉体労働者だし、毎日土まみれで汚いし、まともに高校も出てないから頭も悪いし、こんな男誰も好きになんてなってくれませんよ、きっと。ヒゲするな。え？お前は俺の見込んだ男だ。お前がお前を評価しないってことはイコール俺の見る目がないってことになるんだぞ。え、いや、そんなこと言いたかったわけじゃ。じゃあ胸張って堂々としてろ。トドロキさん、今回だけだが協力しようじゃねえか。本当ですか？お前の仕事っぷりには俺も助かってるからな。それに恋人ができればさらに仕事にも身が入るだろう。場所は俺の店を使えばいい。服もある程度見繕ってやるよ。何から何まで本当にありがとうございます。トドロキさんの恋人はきっと幸せなんだろうな。そうだな。惚れた女に毎日追いかけ回されてるなんて言えねえな。合コン。なかなか様になってるじゃねえか。俺ジャケットなんて着たことないですよ。ちょっと恥ずかしいな。未来の伴侶に出会うかもしれねえんだからな、これくらいは洒落てねえとダメだ。未来の伴侶だなんて。ほら、もうすぐ時間だろ。自信持って行ってこい。はい、ありがとうございます。たく、世話の焼ける野郎だぜ。じゃあ今日の出会いに乾杯。このお店、おしゃれだね。思った、センスいいよね。でしょ、こいつがこの店紹介してくれたんだよ。いや、僕のお世話になってる人の紹介だから。心配になって様子を見に来たが大丈夫そうだな。ねえねえ男性陣、自己紹介してよ。いいよ、俺は今大学2年生で法学部に通ってます。あ、すごい。法学部ってことは将来は弁護士さん？まあそうなるかな。俺も大学2年生医学部に通ってて、将来は親が経営している病院継ぐつもり。すごくない？先生じゃん。今日の合コン当たりかも。ちょっとそういうこと言う？ごめん、私何でも言っちゃうタイプだから。じゃあ次はあなたの番。何してる人？あ、自分は土木関係の仕事をしてます。土木って土木作業員ってこと？あ、そうですね、もう4年くらいやってて。え、4年？今20歳だよね。高校の時から働いてたの？あ、自分高校には行ってなくて。へえ、なるほど。勉強できないから体使って働いてるんだ。え？ちょっと、そういう言い方はないでしょ。え？私別に悪いこと言ってないよね。事実中卒なんでしょ。はい。そうかもしれないけど、今時高校も出てない人間なんて信用できないでしょ。え？もしかして傷ついた？
ごめんごめん、私サバサバ系だからさ。てかこの際だから言わせてもらうけど、土木作業員でよく合コンとか来れたよね。ちょっとだって要は肉体労働者ってことでしょ。汗臭いし頭悪そうだし、そんなの好きな女いないよね。そんなことないよ。だって私彼氏肉体労働者なんですって言える？私なら絶対無理だな。何なんだあの女。お兄さん、こんなところで何してるんですか？トドロキさん。いや、俺は。もしかして合コンに遅れてくる男性ってあなたですか？は？そうですよね。そんなところに立ってないで一緒に飲みましょうよ。え、そんなやついたっけ？さあ。いや、俺は。よし、飲むか。え？嬉しい。ほら、男子詰めて詰めて。どういうこと？トドロキさん。何してる人なんですか？一応いくつか店や会社を経営している。すごいですね。やっぱりそういうのって頭が良くないとできないですよね。どうだかな。私頭が良くてちゃんと実力がある人って尊敬しちゃうな。お、そうなのか。トドロキさん、もしかしてこの女の人のこと気に入っちゃったのかな。っていうかぶっちゃけ私とかどうですか？そうだよな、俺みたいな社会の底辺は踏み台にされるような存在なんだよな。そうだな、俺はお前みたいな女大嫌いだな。え？嫌い？今喋ったばっかなのに意味わかんない。お前みたいな学歴や職業でしか人を見ることができねえ浅い女嫌いだって言ってんだよ。は？何それ、いきなりひどくないですか？一応言っとくが、お前が持ち上げてる俺もこいつと同じ中卒だ。ああ、なるほど。バカにされたって感じで傷ついたってわけ？そういうことじゃねえよ。いいか、確かに職業や学歴ってのは重要かもしれない。でも一番大切なのは人間性、心だろうがよ。心？お前は学歴や職歴で人を見下して本質を見ようとしねえ。お前が高学歴なのか偉い職についてるのか知らねえが、人間としては最低のクズだ。クズですって？こいつは勉強ができるわけでもねえし肉体労働者だ。だがな、こいつが人一倍誠実でできた人間だってことを俺は知っている。クズなお前と違ってな。トドロキさん、むっかー、もういい、好きにすればいいわ。低学歴同士仲良くしてればいいじゃない。あんな女相手にしなくていい、お前はいい男なんだからよ。トドロキさん、ありがとうございます。後日。トドロキさん。ん？おう。こないだはありがとうございました。なんだ、今日は彼女連れか？はい、あの日僕をかばってくれた女の子です。トドロキさんのおかげで自分に自信がついて彼女に告白することができたんです。それよかったな。本当にありがとうございました。礼を言われるようなことはしてねえよ。映画の開演時間遅れちゃう。え、まずい、すみません、トドロキさん、また。お、気をつけて行ってこいよ。あいつ、いい顔になったじゃねえか。トドロキ。有賀谷、いつの間に。こいつの名前は有賀谷由紀、マルボーの所属で、いつも俺を追いかけ回してくる女刑事だ。今、若い男女を見ながら不敵な笑みを浮かべていたわね。まさか彼らを悪いことに引き込もうと。どうしてお前はいつもそう疑ってかかるんだ。ヤクザだからよ。職業差別するんじゃねえ。ヤクザは職業じゃないわよ。くそ、いつもながら突っかかってきやがって。でも死刑。うん、青年の恋が実らせたし、次は自分たちの恋に専念したい。女刑事とヤクザであった。きめえ、寿司のネタ部分だけ食べてシャリを残すんじゃねえ。何言ってるのよ、私は美容系インフルエンサーなのよ。あ？お米なんていう太るもの私が食べるわけないじゃない。どう食べようが客の勝手でしょ。この野郎。
ャリを残すダイエッター女にヤクザが取った行動とは。俺の名前は轟圭一、日本最大勢力のヤクザ土蜘蛛の若頭だ。今日はうちの経営する相席居酒屋の様子を見に来ている。客足は上々みてえじゃねえか。はい、轟さん、新しく寿司の食べ放題も始めたからな。反応が良くてよかったぜ。ひゃーん、大ファンなんです。いつも SNS 見てます。あら本当、ありがとうね。私も毎日見てます。あの人だかりはなんだ。え、轟さん知らないんですか。知らん。あの真ん中にいる女は誰だ。今超人気の美容系インフルエンサーですよ。その美貌とスタイルで若者の人気を集めて、今やフォロワー50万人です。そんなに有名なやつなのか。そんな人がうちの店に来てくれるなんて、後で俺もサインもらおう。へえ。私もあなたみたいになりたくてダイエットしてるんです。ああそうなの。でもごめんね、私食べてもあんまり太らない体質みたいなのよね。美味しいお店の写真もよくあげてるし。そういう飾らないところも素敵です。今日もたくさん食べようと思ってこの店に来てるし、食べるの大好きだから残す人とか最低だと思うんだよね。ああいう性格のいいところも彼女の魅力の一つです。そうなの。じゃあご飯食べてくるね。今日はお寿司いっぱい食べるぞ。いってらっしゃいませ。ま、店の宣伝してくれるならありがてえが。客席の様子はどうかな。そういえばさっきの女こっちにいたな。え、なんだこりゃ。妖怪シャリ残し。これは、おい、一体これは何だ。寿司のシャリ部分よ。は私お米は食べないようにしてるのよね、太るから。おいおい、食べ残しは遠慮願いたいんだが。というかさっきは残さず食べるとか言ってなかったか。店員さん、やね、冗談よ冗談。冗談？残さず食べるに決まってるじゃない。私お寿司はネタとシャリ別々に食べる派の人間なのよ。そうなのか。ああ、シャリ食べるの楽しみ。変な食べ方するやつもいたもんだな。おい、さっきよりシャリ山増えてるじゃねえか。うちの店は米だってこだわりもん使ってるんだ。残されると困るんだよ。何よりももったいねえだろうが、残さず食べろ。うっさいわね。あ？うるさいって言ってんのよ。客がどう食べようが勝手でしょ。なんだと？私はこの美貌とスタイルで売っているインフルエンサーなのよ。インフルエンサーの私がお米なんていう太るもの食べるわけないじゃない。さっきと言ってること違うじゃねえか。何でも食べるキャラじゃなかったのかよ。そう、あなたの言う通りキャラクターなの。要はそういうブランディングってわけ。ブランディング？さっきからわけわかんねえ言葉使いやがって。そういうキャラで売ってるからたくさん食べてファンに報告しなきゃいけないの。こんな風にね。ん？私はたくさん食べても太らないってキャラクターで売ってるのよ。そうファンのみんなに思わせないといけないわけ。だからお寿司も大量に注文したってわけ。だったら。でもそんなに食べたら当然太るでしょ。だからネタだけでも食べてあげたってわけ。つまり合理的な理由に基づいてこのシャリタワーは出来上がってるのよ。そんな言い訳通用するかよ。何よ、半分は食べてあげてるんだからそれでいいでしょ。てめえ言ってることむちゃくちゃだぞ。とにかくだ、うちとしてはそんなマナー違反をする客はお断りだ。帰ってもらおう。は？何言っちゃってるの。私の宣伝のおかげでこの店も賑わうんだからいいじゃない。ウィンウィンのはずよ。映え料理。はあ、変な店員と話して気分害しちゃった。それにしてもお寿司のネタだけだとさすがにお腹膨れないわね。早く次の料理来ないかしら。お待たせいたしました。お、来た来た。はあ、何これおしゃれな料理。あるじゃないあるじゃない、私好みの料理が。店は逆に立てついてないで、こういう SNS 映え料理を持ってくればそれでいいのよ。はあ、この麺は何かしら、ゼラチンか何かで固めているの。あ、こんにゃくとか。あ、それはカロリーも少なそうでいいじゃない。じゃあ早速いただきます。はあ、うん、おいしい。カロリー少なそうなのに麺にコシがあって最高ね。これなら毎日でも食べたいわ。これはなんて料理なの？家でも作れるかしら。そいつの名前はフォー。ん？ベトナムの伝統的な料理だ。へえ、ベトナム。そして原料は米だ。
お前がさっき残した大量の残飯を調理したものだよ。何ですって？シャリは太るから食べないって言ったでしょ。それに残飯を客に食べさせるってどういう神経してるのよこの店は。おいおい、俺たち店側はお前の望みを叶えてやってるだけだぞ。残さず食べるって言ったのはお前だもんな。うん、俺たちはお前が食べやすいように工夫してやっただけだ。せっかくブランディングしてるんだからな、残さず食べなきゃダメだろ。お米なんて食べたくないはずなのに、どうして手と口が止まらないわ。炭水化物最高。残さず召し上がれ。失脚。お、この間のインフルエンサーじゃねえか。人気インフルエンサー、料理を大量に残していたことが発覚し批判殺到、そのストレスで激太りね。天罰だな。うちは昔貧乏だったからな、飯を粗末にするようなやつはどうしてもイラついちまう。だいたい米には神様が宿るって昔教わらなかった。へいらっしゃい。おう、おやじ、まだ昼定食やってるが。って、有賀屋じゃねえか。トドロキ。こいつの名前は有賀屋ユキ、丸坊の所属で、いつも俺を追いかけ回してくる女刑事だ。ちまさか飯時にまでお前に会っちまうなんて。なんてラッキーなんだ、ランチデート前。こっちのセリフよ。でも安心しなさい、私はもう食べ終わったから行くわ。なんだって、なんてアンラッキーなんだ。ご主人、ごちそうさまでした。お会計お願いします。はよ。あ、有賀屋とランチデート楽しめると思ったのによ。うん、有賀屋のやつなんて綺麗なんだ。米が一つも残ってねえ。それに焼き魚をなんて綺麗に食べやがるんだ。まるで魚が食べられたことに気づいてないくらい綺麗だぜ。な、何よこの女。すげえ。食べ残し女を懲らしめることはできたが、お互いの本音は心の奥に残しっぱなしの女刑事とヤクザであった。実力ヤクザマンガ、ヤクザと刑事との因縁の。恋が始まる。ヤクザの若頭、轟圭一、丸坊の女刑事、有賀屋ユキ、素直になれない両肩思いのドタバタラブコメディ。ヤクザと目つきの悪い女刑事の話、2巻10月26日全国書店にて発売予定。お、こら修羅場か。で、おい、またかよ。たー、もうお前ら結婚しろ。役目。財布忘れちゃってさ、悪いんだけど、薄バッジお金貸してくんない。前に貸したお金も返してもらってないんですが。借りたりしてたっけ、覚えてないな。なんなんやこのたかり女。常に金をせびってくるたかり女の末路。俺の名前はキリギリス・ミンキー、日本最大勢力のヤクザ、土蜘蛛の新米で YouTuber や。やっと午前中の仕事一段落ついたわ。まったくトドロキは人使い荒いで。とりあえず昼飯食べよ。午後まで体力持つかな。って影の範囲やないか。キリギリス・ミンキ君じゃないですか。この人は薄葉影の範、組織犯罪対策第5課、通称組対5課の女刑事や。昼ご飯にかげろうはんに会えるなんてラッキーやな。あ、おっちゃん、俺も同じので。あいよ。そうですか。かげろうはんに会えて元気100倍や。私はせっかくの休憩時間に仕事を思い出してなえなえです。そんなこと言わんといてや、ランチご一緒させてください。と言っても私はもう食べ終わりますが。なんやて、速攻で食べます。世話しない人ですね。ここはおごらせていただきますわ。そうですか。おっちゃん、お会計。はい、
5000円になります。5000円。5000円、なほな、焼き魚定食700円、2人分やろ。計算間違っとるで。いや、それが宇佐影郎さんですよね。はい、まさか。ええ、同僚の方から宇佐さんにつけといてと言われているので。つけやと？係女、財布が軽くなってしまいました。影郎はん、すまへん、今持ち合わせがなくて。人気くんが謝ることではないです。悪いのはあの同僚ですから。その同僚っていうんは？同僚の一人にやたらたかってくる人がいるんです。財布を忘れた、後で払うと言って、私や他の同僚にいつもおごらせています。この店のつけもきっと彼女でしょう。そんな、カゲロウハンが払うことないやん。かばうことないで。お金を払わなければお店が困窮するだけです。潰れてしまっては困ります。そんな、すんごいお人よしやな。天使、なんて優しいんや、カゲロウハン。その優しさはまさに警察官の鏡やで。はあ、カゲロッチじゃん、こっちこっち。あ、なんや？あちゃー。いやー、ちょうどよかったよ。今ジュース買おうと思ったんだけど、財布忘れちゃったみたいでさ。悪いんだけど、160円貸してくんない？まさかこの人が。ええ、ちょうど今話をしていた同僚です。噂をすればにも程があるやろ。ちょっと、何こそこそ話してんの？早く貸してくれないと休憩時間終わっちゃうんだけど。なんやこいつ、それが人に金借りる態度かいな。仕方ないですね。カゲロウハン、サンキュ。さすがカゲロッチン、優しい。定食屋の代金とまとめて返してくださいね。定食屋？何の話？今、あなたが定食屋につけていた代金を払ってきたところなんです。全然身に覚えがないな。それ本当に私かな？あなた以外に誰がいるんですか？じゃあ証拠あるの？私のだっていう証拠。子供ですか？ないよね。じゃあ私のじゃない。あ、もう休憩時間終わっちゃう。じゃあジュースありがとね。いつか返すから。いつもあんな感じなんか？はい。いらっしゃいませ。おおきに、また来てや。タピオカミルクティー、急ぎで。はいはい。って、お前は？は？何よ。自分、こないだカゲロウハンにおごってもらってたタカリ女やろ。ああ、あん時の。というかタカリ女って。聞いたで。いっつも人にたかってるんやろ。ちゃんとカゲロウハンに金は返したんか？人聞きの悪いこと言わないでよ。ちゃんと借りたお金は返してるわよ。ほんまか？うちはツケやってないで、ちゃんと払えるんか？バカにしないでよ。別に貧乏なわけじゃないんだから。はーん。あ、カゲロウハン。ごめん、また財布忘れちゃったみたい。私ってばおっちょこちょい。てへてろ。はぁ？カゲロウっち、悪いんだけど払っといて。じゃね。あ、ちょ、待てや。なんや、あの女、財布持ってたやないか。カゲロウハンにたかれると思ったから財布隠しよったな。ああ、タピオカミルクティー1つ、それと彼女の分の会計もお願いします。そんな、カゲロウハンが払う義理ないです。あいつが払うべきや。もういいんです、彼女を注意するのも疲れました。そんな、くっそー、あの女ムカつくわ。焼肉屋、昨日はタピオカ屋で今日は焼肉屋や。貴重なヤクザのしのぎとはいえ忙しすぎる。注文いいですか？お水ください。少々お待ちください。あー、忙しい忙しい。トドロキャン、ほんま人使い荒いで。というか、これほんまにヤクザの仕事なんか？なんや、聞き覚えのある声やな。まさか。これがシャトーブリアンってやつね。やっぱ高い肉は違うわ。やっぱりお前か、高利女。
あれ？タピオカ屋さんじゃん。今日は焼肉屋なの？忙しいね。そんなことどうでもええやろ。お前、何しに来たんや。何って食事に来てるのよ。見ればわかるでしょ。シャトーブリアン5人前追加で。シャトーブリアンって一皿2万円くらいするんやぞ。金持ってるんか。私はお金持ってないけど、その辺のことは大丈夫。はあ、どういうことや。この後カゲロッチもこのお店に来るのよ。カゲロウハンが？書で聞いちゃったのよね。明日は仕事終わりに一人焼肉に行こうと思ってるんです。いいですね。自分へのご褒美に駅前のちょっといいお店、楽しみです。ジュルリって言ってたのよ。駅前の高級焼肉って言ったらここくらいしかないじゃん。だから私もお邪魔させてもらったわけ。カゲロッチまだ来てないから先にいただいてるの。やっぱり宝落としてるやないか。そんなことないって。まあ今日も財布持ってきてないけどね。なんやこの女、カゲロウハンが優しいからってつけ込みやがって。ほんまに警察なんか。にしてもカゲロッチ遅いな。ちょっと電話してみよっと。はい、何でしょう。あ、カゲロッチ、今日焼肉屋来るんだよね。はい、そうですよ。来るの遅くない？もうシャトーブリアンだけでも10人前食べてるんだけど。そうなんですか。カゲロッチ何時頃に来るの？実は今日も財布忘れちゃって。もうお店に着いてますよ。私も焼肉を堪能しているところです。え？なんだそうなんだ、行ってよね。もうどこにいるの？韓国です。え？韓国？韓国ってあの外国の韓国？はい、そうです。あの後急に仕事が入ってしまって、すぐ飛行機に乗って韓国まで来たんです。組対5課はこういうことがあるから大変ですね。今は一仕事を終えて本場の焼肉で疲れを癒しているところです。お疲れ様。そちらも焼肉食べてるんですよね。楽しんでください。韓国って、じゃあ私はどうすれば。おっと、頼みの綱がいなくなってもうたみたいやな。こりゃ自分で払わんといかんな。ちなみにここもツケはやってないで。まずいまずいまずい、お金もないし、これは逃げるしかない。まさか警察が逃げたりせえへんよな。証拠もバッチリ取ってあるし。なんでカメラなんて回してるのよ。だって俺 YouTuber やもん。いや、面白くなりそうって思って途中から回しとってよかったわ。さあどうする、金を払うかネットに晒し上げられて一生笑い物になるかの二択やで。払います、払わせてください。お会計20万になります。反省。その時のことがトラウマになって、もうたかりはしてないそうです。うちの店にも金払ってくれたし反省したんやな。私のお金も少しずつ返してもらってます。人気くんのおかげです。よかったですやん。はい、ありがとうございます。気を取り直して俺と飯でも行きませんか、カゲロウハン。そうですね、シャトーブリアン食べてみたいです。もちろん人気くんのおごりで。うぎゃん、おごり女にはもうこりごりの女刑事と新米ヤクザであった。お前らが欲しがってたカードはたった今俺が全て買い占めさせてもらったぜ。なんだと？欲しければ売ってやるぞ、ただし定価の5倍でだがな。キャッハッハ、この野郎。人気カードを買い占めた転売ヤーの末路。俺の名前は轟圭一、日本最大勢力のヤクザ土蜘の若頭だ。今回土蜘の方で新たなビジネスを始めることになった。絶えず変化していく時代ですからね。ああ、
タピオカ、焼肉、ジム、相席居酒屋に続き今回始めるビジネス、それは大人気カードゲームノケモンカードの偽物商品の販売だ。思いっきりパクリや。ノケモンカード、通称ノケカ、子供から大人まで世界中で大ヒット中の超人気商品だからな。この波に乗らない手はね、権利問題に発展するギリギリのデザインで売りさばき、稼ぐだけ稼いでトンズラをこくって寸法だ。こりゃかなりの儲けが出るぜ。ヤクザな商売や。そりゃまあヤクザだからな。でも実際そんなパチモンで客を騙せるもんなんですかね。安心しろ、そこはバカを騙すためにかなり精巧に作るつもりだ。今それの参考にするために物本を部下に買いに走らせている。用意周到ですね。何事にも本気で取り組まなきゃいけねえ。パクリやのに。ただいま戻りました。おう、噂をすればだな。どうだ、ノケモンカードの新しいパックは買えたか。それがどのお店にも売っていませんでした。何、今日発売の新商品だぞ。おもちゃ屋やスーパー、デパート、コンビニも5店舗ほど回りましたがどこにも、よし、俺も行こう。現場の様子が見たい。キリギリスもついてこい。はいっす。買い占め、この店はまだ見てないんだな。はい、確かに棚には置いていないな。ノケモンカード3箱ですね。お買い上げありがとうございます。何？ おい、ノケか、まだあるのか。申し訳ございません。たった今入荷した商品すべて売り切れたばかりでして。そうか。あれ、もしかしてこれ欲しかったの？え？一足遅かったな、残念。何？一応言っておくけど、ここら辺一帯の店にはもうノケモンカード売ってないぜ。全部うちにあるからな。何？買い占めていたのはお前だったのか。道理で店にないわけだ。次はせいぜいもっと早く店に来るんだな。じゃあな。ちくしょう。トドロキャン。次こそは必ず。そして新パック発売日。店に向かうぞ。はいっす。もう売り切れだと？まだ開店してすぐだぞ。はい。あいつ、また売り切れ。ここも、ここも、ここもか。くそ、いつもいつもあいつが先に嫌がる。おっと、またお前らか。よく会うな。また一足遅かったみたいだけどよ。残念だがこの店も俺が全部買い占めさせてもらうぜ。おい、ノケモンカード売ってくれ。ノケモンカードですね。どのパックにしますか？商品名の方は。商品名？そんなもんいちいち覚えてねえよ。そう言われましても、たくさん種類がありますから、どのパックなのか。今日発売のやつだよ。そんくらい考えればわかるだろ。全部持ってこい。はい、持ってまいります。今あいつ商品名言えなかったぞ。カードが好きならそれくらい言えるはずだろ。なぜ言えない？トドロキャン、見てください。なんだ？フリマアプリを見ていたんですが、今日発売のノケカが大量に転売されてやがる。しかも超高額、ワンボックス5万円だと。その値でもどんどん売れていってます。こりゃ相当な儲けですよ。そうか、だからあいつ。ああ、変えた変えた。おう、あんたらもうここにはないぞ。お前、相当なカード好きかと思えば転売が目的だったのか。はっ、ようやく気づいたか。カードになんか興味ねえや。儲かるからやってるだけだ。高額で転売なんかしやがって。その値段で買うやつがいるから売ってやってるだけだっつうの。それが需要と供給ってもんだろ。何？そんなに欲しいんならお前らにも売ってやるぜ。そうだな、このパック売れ行きがいいからよ、今の値段より3万上乗せで8万でどうだ。足元見やがって。まあ、気が向いたらいつでも入札してくれや。じゃあな。トドロキャン。くそげ、見てやがれ。反撃。さて、次はどんなもの転売すっかなっと。なんだこの書き込みは。朝袋のコンビニでノケモンカードの伝説のパック竜の迷路が売ってた。売り切れ必須のこのボックスがなんで店舗に残ってるの？とっくの昔に転売屋が買い占めたと思ってた。私も近くのおもちゃ屋で見ました。今ならワンボックス10万くらいで取引されてるのに、なぜ定価？朝袋氏だけ？10万のボックスが店にあるだと？こんな書き込み見たら買いに走るしかねえじゃねえか。早速行くぜ。おい、ここに竜の迷路っつうノケモンカード売ってるだろ。それは出せ。え？竜の迷路ですか？ああ、この店が隠してるってことは把握済みなんだよ。全部持ってこい。全部と言われますと、当店には10箱ほど在庫がありますが。10だと？全部だ。
全部売ってくれ。お客様、本当にこのボックスを買われるんですか？売りたくないだろうが嫌とは言わせねえぜ。全部出せ。かしこまりました。この店だけで100万以上の儲けだぜ。早速出品しちまおう。朝袋の他の店にもあるって言ってたからな。全部買い占めてやるぜ。結構いろんな店が在庫を隠してやがったな。100箱は買えたか。トータル100万以上かかったが、でもこれで1000万になるんだからな。十分釣りが来るぜ。大儲けだ。さてさて、売れ行きはどうかなっと。まだ一つも売れてねえな。さすがに10万だと高すぎるのか。9万にしてみるか。これならさすがに飛びつくだろ。まだ売れねえ。なんでだよ、1万も安くしたんだぞ。どうして誰も買わねえんだよ。そのボックスは売れねえよ。なに？お前はなんで売れねえってわかるんだよ。なぜなら、そのパックはクソカードばっかり収録してることで有名なクソパックだからな。なんだと？でもネットには1箱10万の超希少パックって。それは俺たちが流した嘘の情報だ。え？ちょいと小細工させてもらったんですよ。俺のフォロワーさんに協力してもらって、そのパックがレアアイテムだという噂を流してもらった。あんたの目に留まるようにね。店舗はそのクソパックを大量に在庫を抱えていたんだ。お前がそれを大量に引き取ってくれたというわけだな。そんなバカな。3万ならどうだ。無理か。なら1万定価だぞ。これでも売れないのか。5000円でどうだ。半額だぞ。これでも売れねえのか。100万も使ったんだぞ。そんなクソパックに金を出すやつなんているかよ。てめえみたいなバカ以外はな。ちくしょう。逮捕。彼は小物許可証を持っていなかったから、小物営業法違反で逮捕することができたわ。一応礼を言っておく。うちも商売のためにやったことだからな、礼を言われる筋合いはねえよ。商売ですって？一体どんなことをしようとしていたのよ。しまった、余計なこと言っちまった。いや、でもそれも中止になってな。どうして？それは…何？事件？いや…クセカードオープン。この時、敵のモンスターを全て破壊する。いやー、俺のレアのデモンがアタックです。うちの事務所で流行っちまってよ。これで商売したくないってさ。2人のレアな関係性はまだまだ続く。女刑事とヤクザであった。ギリギリさんの後ろに髪の長い女の幽霊が。なんやと？怖い。大丈夫だよ、僕がみんなのことを守るから。なんたって僕は霊能力者だからね。こいつ絶対嘘ついとるやろ。自称霊能力者の末路、俺の名前はキリギリス・ミンキー。日本最大勢力のヤクザ土蜘蛛の新米で YouTuber や、今日は組の使いでしのぎの回収に来ている。ってあれ、なんかホールのバイト少なくないか。ああ、それがみんなバックヤードにいて。なんでやねん、バックヤードで何してるんや。それがすごい新人が入ったんですよ。その子霊能力者らしくて。霊能力者。霊能力者。初めて霊を見たのはまだ物心ついて間もない時だね。よく死んだおばあちゃんと遊んでもらっていたよ。そんなことあるんだ、すごい。あれが霊の霊能力者の新人くんか。あ、そうだ、見てもらいたいものがあるんだけど。ん？これ彼氏との写真なんだけど。ほら、ここ見て、彼氏の後ろにオーブみたいなものが浮かんでいて。なんと、これは確かにオーブ。それにとても強い気を感じるよ。やっぱり。そんなこともわかるんか。この彼氏とはあまりうまくいっていないんじゃないかな。確かに最近すれ違いが多くて。そんなこともわかるんだね、すごい。別れた方がいい、君も不幸になってしまう。わかった、ありがとう。今度個人的に払ってあげるよ。なんやなんや、お払いなんてもんもできるんか。なんか霊能力者というよりもインチキ占い師みたいやな。というかさすがにそろそろ注意せんと。ああ、占い中ごめんな、自分ら。占いではなく霊視です。ああ、そうかそうか。バイト同士仲ええのはいいことなんやけど、
休憩時間は分けて取ってもらわんと。でも私まだ見てもらってない。そうは言うてもやな。うわぁ、なんや、どないしてん。キリギリスさんの後ろに霊が見えます。なんやと。とっても悪い霊がついていますね。きっとその霊のせいで怒りっぽくなっているんでしょう。はあまり人に注意とか怒ったりとかしない方がいいですよ。霊は負の感情で強くなりますから。なんやこいつ、適当なこと言ってサボりたいだけちゃうか。怖い。大丈夫だよ、僕がキリギリスさんの霊から守ってあげるからね。なんやねんこいつら。じゃあもういいから、自分ら休憩時間終わりや。ったく、時給払ってるんやからまともに働けっちゅうねん。今から君の霊を払ってあげるね。うん、お願い。じゃあ目を閉じてくれるかな。決して目を開けちゃダメだよ。何してるんやあいつ。なんか髪が揺れてる気がする。例の仕業だね、目を開けちゃダメだよ。完全にセクハラやん。じゃあ次は体に霊が悪影響を与えてないか調べるね。そこまで。自分完全にセクハラやぞ。霊能力とかなんとか言って結局そういうことするために。なんてことしてるんですか。あ、これはセクハラではありません。霊を払うための儀式なんですよ。それを途中で止めるなんて。いや、旗から見たらセクハラにしか。いいんですか、儀式をやめて彼女が呪われても。キリギリスさん責任取れるんですか。責任って、俺は職場でのセクハラを。石ホテアキツクヤハニアガリアとキロドト。石ホテアキツクヤハニアガリアとキロドト。なんやそれ。キリギリスさんが儀式を止めるのは悪い霊がついているからです。僕が呪文で払います。もうなんなんやそれ、キモいからやめろ。ちゅうわけでいつも以上に疲れてますわ。大変な新人くんが入ってきましたね。この人はウスバカゲロウ班、組織犯罪対策第5課、通称組対5課の女刑事や。多分ホラ吹いとるだけなんやけど、それを証明できんしな。自称霊能力者ってやつですね。ん？あの人は確か店のキリギリスさんだったよな。なんだか美人な人と一緒にいるな。ムカつく。よし。そういえばカゲロウハンは霊とか見えますか。私はですね、キリギリスさん。うわー、びっくりした。幽霊みたいな登場の仕方すんなや。何してんねんこんなところで。この辺は霊道が少ないですからね、たまに来るんですよ。またわけわかんないこと言うてるやん。もうバイトとか関係なくこいつ苦手や。一緒にいるのはキリギリスさんの彼女さんですか。え、そういうんじゃないわ、やめ。バッ、もう今度はなんやねん、突然癖発するなや。驚かないでください。なんとお二人の背後にとてつもなく凶悪な霊が見えます。またそれかい、他にネタないんか。以前のものとは比べ物になりません。今度の霊は甘く見ない方がいい。お嬢さん。はい。この男とは別れた方がいい。別れなければきっと不幸な最後を迎えてしまいます。そもそもミンキ君と付き合っては。お前ほんまそろそろええ加減にせえよ。ああ、またそうやって怒るんですね。例の仕業です、払ってあげましょうか。そんなもんいらんわ、とっととどっか行け。おお、こわこわ、くわばらくわばら。お嬢さん、別れた方がいいですよ、忠告しましたからね。くわばらくわばら。なんやねんほんまあいつ。あ、私そろそろ仕事行きますね。え、せっかくのカゲロウハンとのおしゃべりタイムが。くそ、自称霊能力者め。心霊写真、ほんまなんやねんあいつ。あ、
バックヤード電気ついとるな。まだ誰かおるんか。ここをこうしてっと。よし、心霊写真完成したぜ。バイトの女の子たちビビるんだろうな。何してるんや。うわー、びっくりした。霊かと思った。霊能力者なのに間違うんか。というか何してんねん。俺らの集合写真に何か書いてたやろ。これは、儀式。そう、この職場に霊が近づかないように除霊の儀式を。ほん、なるほどな。ま、ええわ、あんまり遅くまで残るんやないで。はい。俺が心霊写真を偽造してたことはバレてないのか。翌日。あ、すごい、本当に幽霊が映ってる。これは昔この近くで自殺した人の霊だね。怖いんだけど。大丈夫、僕が守ってあげるからね。心霊写真作ってよかったぜ。何してるんや。それがこの間撮った店の集合写真に幽霊が写ってたみたいで。ほん、なるほどな。こいつ、俺が偽装したことバラすんじゃ。後で俺にも見せてや。ほな。はあ、どうやら本当に気づいてなかったみたいだな。よかった。めっちゃ怖い幽霊映ってるじゃん。うん、どれどれ。ほら、これ新人くんの背後に髪の濡れた女の人が。え、何、どうしたの。幽霊がいる。うん、さっきからいたよ。バカ、さっきまでのは全部俺が写真に書いてたやつなんだよ。でもその俺の後ろにいる幽霊は書いた覚えがない。え、どういうこと。心霊写真偽装してたってこと。どうすりゃいいんだよ。後ろにいるのか、誰か払ってくれ。自分で払えばいいじゃん、得意なんでしょ。そんな能力あるわけないだろう。そもそも霊感だって全然ないんだから。もう霊感あるとか嘘つかないから、誰か助けてくれ。かっこ悪い。真相。ちゅうわけで、俺がパソコンでちょちょいと小細工して本物っぽい心霊写真を作って紛れ込ませたったんです。いやー、 YouTuber の編集技術がこんなところで役に立つとは思わんかったですわ。新人くん、めっちゃビビってていい君や。人気くん、悪いことしますね。自称霊能力者やからな。それを利用してセクハラしてたし、これくらい懲らしめなあかんねん。本物の霊さんにも失礼やしな。ふーん、どうしたんでっか、カギローハン。この写真よく見たら、ミンキ君の後ろにも霊がいますね。なんやて、そんな加工はしてへんで。冗談です。騙された。自称霊能力者は懲らしめることができたが、彼らの辞書には進展の二文字はない。女刑事とヤクザであった。ちょっと、あんたの店に入ったら PTSD になっちゃったじゃない。慰謝料よこしなさいよ。何言ってんだこいつ。盗みを働いた女が PTSD を訴えるとどうなるのか。俺の名前は轟圭一、日本最大勢力のヤクザ土蜘蛛の若頭だ。今日はうちが経営する焼肉屋の様子を見に来たところだ。どうしましょう店長、やっぱり警察に行った方が。そうだね。どうした、何かあったのか。轟さん、実は最近店のものがよく盗まれているんです。それでどうしたものかと。そいつは穏やかじゃねえな。警察には届け出たのか。いえ、実は犯人はおおよその見当がついていまして。手癖の悪い女。何？盗みの犯人はバイトの一人だと？間違いないのか。実は最初はみんな盗みとは気づいていなかったんです。なくなるものもハンカチとかティッシュ箱とか些細なものでしたから。ただこの子がある法則性に気づきまして。法則性？
物がなくなる日とその人のバイトのシフトがぴったり一致していたんです。なるほどな。だがそれだけだとそいつが犯人とは断定できないんじゃねえか。私も最初はそう思いました。だけど思い返してみるといろいろ思い当たることもあるんです。最近レジのお金が合わない時があったんですが、それもそのバイトがレジ打ちを担当していた時だったんです。他にも店頭に置いておいたアルコール除菌のスプレーがなくなっていたことがあったんですが。それもそいつがホールを担当していた時だったってわけか。はい。それで極めつけはついに肉の在庫が合わなくなってしまって。ね、店のものにまで手を出しやがったのか。はい。バイト中に盗めばさすがに気づくので、おそらく店が閉まった後に忍び込んでいるのではないかと。実際に盗みの現場を抑えたわけじゃないが、状況証拠は揃ってるな。あまり大ごとにはしたくないですし、当面は私が見回りをしようかと思っているんですが。いや、俺がやる。え？そういう輩は追い詰められると何しでかすかわかんねえからな。荒っぽいことは俺に任せておけ。今日は何を盗もうかね。バイト中に鍵を開けておいたこの窓から入ってっと。ちょろいもんさ。店長も店員も間抜け揃いで助かるよ。おかげでタダで肉が手に入るんだからね。さーて、今日の獲物は？おい。誰だい？極道顔。おい、ちょっと待ちやがれ。くそ、逃げられちまった。 PTSD。 それでそいつ、俺の顔見るなり逃げ出しやがってよ。いやっはっはっは、そりゃ怖いっすよ、トドロキさん。肩着には刺激が強すぎますね。笑い事じゃねえ。結局あのバイトも逃がしちまうし。と、電話か。おい、お前ら先に戻ってろ。はい。おう、トドロキだが。あんたのせいで PTSD になっちゃったじゃない。慰謝料よこしなさいよ。この声、あのバイトか。 PTSD に慰謝料、一体何をほざいてやがるんだ。ちょっと待てって。お前、こっちにも段取りってもんがだな。私から代わりにご説明しましょう。誰だてめえは。私は弁護士です。彼女は先日あなたに出会ったことで PTSD を発症してしまったようなんです。暗闇に身を置くたびにあなたの恐ろしい顔がフラッシュバックして眠れていないのです。彼女が負った精神的苦痛に対する慰謝料締めて5000万円をあなたに要求します。はあ、黙って聞いてりゃペラペラとよく回る口だな。いいか、そいつは盗みを働いてんだ。慰謝料を請求したいのはこっちの方なんだが。証拠はあるのですか。何？あの日の晩、彼女は忘れ物を取りに行っただけだと言っています。それを盗みだなんてひどい言いがかりよ。やれやれ、これは慰謝料の額をさらに上げる必要がありそうですね。くそ、こいつ決定的な証拠がないのをいいことに好き放題言いやがって。とはいえ、裁判を起こすには時間も労力もかかります。あなたも面倒くさい事態は避けたいでしょう。一度お会いして直接交渉した方がお互いのためだと思うのですが。わかった、すぐに向かう。ちっ、面倒くさいことになりやがったな。ん？これは。あら、トドロキ、何してるのよ、こんなところで。まさかまた何かよからぬことを企んでるんじゃ。ありげや、どうしてここ。ん？待てよ、これはもしかしたら。何よ、私の顔に何かついてるかしら。なあ、ありげや、ちょっと付き合ってくれねえか。付き合え？それってどういう。何、そんなに時間は取らせねえよ、こっちで。ちょっと待ちなさいよ、トドロキ。どこに行くのよ、もう。これはこれは、わざわざお越しいただきありがとうございます。ところで、そちらの方は。ん？ああ、ただの付き添いだ、気にすんな。うん、まあいいでしょう。ところで、示談金の相談ですが。そのことだが、示談金を払う気はねえ。そもそもそいつが PTSD だっていう証拠はあんのかよ。証拠？ああ、口では何とでも言えるからな。そいつが本当に PTSD なら医者の診断書があるだろう。あはは、そんなもの必要ありませんよ。現に彼女は病んでいるんですから。そうよ、
夜になるたびにあんたの顔が暗闇にぼーって浮かび上がってくるんだから。俺の顔が見えたら何だって言うんだ。別に普通の顔だろうが。あんたの顔のどこが普通なのよ。目つきは悪いし底意地の悪い顔つきだし、どこからどう見てもヤクザ顔じゃない。おぞましいわ。彼女の言う通りだ。あなたは一度鏡をよく見た方がいい。あんたみたいな凶悪な顔が毎晩フラッシュバックしたら、普通の人間は精神をやられてしまいますよ。医者の診断書はない、出す気もない、そういうことだな。おっしゃる通りですよ。なるほど、話はよくわかった。ところで今のお前らの発言、このボイスレコーダーに録音してるんだが、名誉毀損で訴えてもいいんだぜ。ボイスレコーダーだと？証拠のない PTSD と証拠のある名誉毀損、裁判で勝てるのはどっちなんだ？教えてくれよ弁護士さんよ。ちょっとあんたどうするのよ。大丈夫だ。どうせこんなやつろくな弁護士を雇う金もないはずだ。あのすみません。なんだあんた、部外者は引っ込んでろ。あなた弁護士バッジをつけておられないですよね。どこの所属の弁護士さんですか？バッジ？ああ、今日はたまたまうちに忘れてきたんだよ。あら、おかしいですね。弁護士として働く際には必ず着用が義務付けられているはずですよ。この警察手帳と同じでね。警察？なんで警察がこんなところに？あんたはめやがったな。こんなの卑怯だぞ。何のことだかわからねえな。最初に言っただろ、こいつはただの付き添いだ。その相手の身分を確かめずにペラペラ自分の悪事を話したバカにとやかく言われる筋合いはねえよ。くっこの弁護士の名を語るのは軽犯罪法に触れる立派な犯罪です。署までご同行願えますか？ちくしょう。あの二人、あれから逮捕されたわ。彼女たち夫婦だったみたいね。軽微な犯罪を何度も重ねてきた常習犯で、余罪がたくさんありそうよ。盗みに恐喝、随分と手慣れていやがったからな。ま、今回は相手が悪かったみてえだが。ヤクザに警察が相手じゃ部が悪すぎるわね。あの時いきなりファミレスに連れて行かれた時は何事かと思ったけど。そうだ、そういえばどうしてあの時私を誘ったの？最初に電話がかかってきた時、スマホに表示された番号が携帯の番号だったんだよ。固定番号じゃない弁護士なんて怪しいだろ。それはそうだけど、だったらなおさら私を連れて行く必要はなかったんじゃない？あなた一人でも十分対処できたように思うけど。そんなの決まってるだろ、警察の権力を使わせてもらおうと思ったんだよ。そんなの決まってるだろ、お前がいてくれたら頼もしいと思っただけだ。誰がいてくれたら頼もしいですって？しまった、また本音と建前が逆に。嬉しい、トドロキに頼ってもらえるなんて。ダメよ、警察は善良な市民の味方。ヤクザに頼られるなんてあってはならないことなんだから。 PTSD の嘘は暴けても、互いのシーンはまだまだ暴けぬ。女刑事とヤクザであった。ヤクメコミックス絶賛発売中。買ってくれたら。好き。俺からも頼む。チャンネル登録と高評価も忘れずにな。